ゲレセンジェとは、モンゴルのハーンであるバトモン家の子供の一人、ソトハルハショブの子祖となったことで知られる。アルタンハーンデンでは、ゲレセンジェとも表記され、ジャライル本体児とも称される。ダヤンハーンとその側室ジャライルのスミルハトンの間の息子として生まれた。同母兄弟には、ウルートを統治したゲレボラトがいる。ゲレセンジェは、ソトハルハショブの子祖となったことで知られるが、アサラクチシア、 白ラ寺といったモンゴル年代記には、ゲレセンジェが七星しぐに座した事情が述べられている。これらの年代記よると、ハルハトゥメンに属するチノスブノウダボラトがある。時ダヤンハーンに、今ハルハは、ジャライルとケルートのし口たちに支配されている。我らの主とすべき、ダヤンハーンの息子を一人くださいと陳情したため、ダヤンハーンは、当初、ゲレボラトをハルハに与えた。 しかし、ゲレボナとは、性格が強情であったタメダイアンハーンの下に、送り返され、その後改めて、ゲレセンジェがハルハに連れて来られ、ハルハの主になったという。ハルハとメンには、内ハルハと、外ハルハという二大勢力が存在するが、上述した逸話には、内ハルハが一切登場しないため、この頃すでに両勢力は、分裂状態にあったと見られる。内ハルハ五部は、 ゲレセンジェのニーアルチュボラトが相続している。また、この逸話から、ジャライルとケルート、特に、ジャライルが、外ハルハにおいて、有力なお得であったことが読み取れる。猛古源流の記述による吉田十9 9 8 2 3 3ページ、白当時はこの間の事情を、アサラクチシよりも詳しく述べており、ゲレセンジェがハルハに連れて帰られた時、進化の一人が、ハーンは、 恵んで、自分の子を賜まわったのに、逆に戻してきて、今どうして密かに盗んでいくのか。追って、捕まえて処罰しようと述べたが、ダヤン・ハーンは、その子を奴隷として、使うのではないので連れて行くが良いと述べて、ゲレセンジェが春葉に行くのを許したという。森川1972、51から52ページ。ありがとうございます。